それではね、こちらオーガニックコットンのね、ブロードプリントのね、紹介になります。はい、でまずね、この生地の特徴なんですけども、このオーガニックコットンを使ってる、生地になります。オーガニックコットンがね、こう 40% 入ってます。で、レーヨンがね 60% 入ってるんですよね。で土台になってる生地はこのブロードというね、こう目がつんだあの生地になってるんですけども、あのレーヨンがね入ることによって、ブロードってちょっとね、あのイメージで言うと突っ張りというか張り感がね特徴なんですけども、これね、あの張り感がねあんまりないんですよね。密度が濃いんですけど、すごくねこうしなやかなあの風合いをこう楽しんでいただけると思います。はい、で次に、この柄ですね、こうクラシックプリントになります。これはね、あの今人気のね、カテゴリーになってますので、ぜひね、あの作品も含めてね、こう参考にしていただければなと思います。なんかね、こう大人っぽさですよね。あの落ち着いたこう深みのあるこうプリントがねいいんじゃないかなと思います。でこれね、子供服使ってもね、実はねすごく大人っぽい雰囲気のこうすごく上品なね作品もできますので、ぜひね参考にしていただければなと思います。はい、で次質感の方行ってみましょう。はい、ブロードになりますこの生地なので、まあ中肉厚というか、まあ、軽やかなね、あの素材なんじゃないかなと思います。決してねこう厚すぎないっていうところがねいいと思います。はい、で風合いはですね、やっぱりこうレーヨンがね入ってることによって、非常にねこうブロードならではの張り感がねこう柔らかくね表現されてるんですよね。密度は感じるんですよ。なんですけども、すごく柔らかいんですよね。でプラスブロードの何がいいって、やっぱりこうシワにも実はなりにくいっていうところもありますので、やっぱりね綺麗めな作品にねこう仕上がるんじゃないかなと思います。はい、でまあね、あのオーガニックコットンですね、肌に優しいこうオーガニックコットンを使ってるっていうところもね、ちょっとこうポイントでね、参考にしていただければなと思います。次ドレープの方もね見てみましょう。こんな感じですね。あの程よいね、あのボリューム感も出ますし、こういったねこうタックを寄せたデザインなんかもね、すごくこう相性がいいんじゃないかなと思います。はい、で透け感はねほとんどないのでね、省略させていただきます。これはね柄もいいしね、なんかこう生地自体のこう個性的な部分、あの特徴もすごくねこういい特性がありますので、ぜひね、参考にして作品作りにねこう活かしていただければなと思います。作品のご紹介をいたします。まずね、ワンピースを作ってみました。こちらの大人の雰囲気のあるネックラインのねワンピースになっております。でまずね、こう深めに開いたね緩やかな V ネックが、こう優しい雰囲気のあるねネックラインになっております。素敵ですね。でそこに大きめのね襟がついてるのもアクセントになっております。で襟ぐり、あの割と広く開いてますけど、襟がついてるのでね、程よいバランス感になってるんじゃないかと思います。でシルエットも着やすい A ライン調になっております。で今回ね、あのボタニカルのね花柄がとても素敵なので、あのシンプルなデザインで作るのもねおすすめしたいなと思っております。素敵に仕上がっております。これからね春夏なんかとてもいいんじゃないかなと思います。そしてもう一つ、こちらブラウスを作ってみました。これはねロールカラーがついているんですけれども、ただのロールカラーじゃなくて、左側の肩にスリットが入っているロールカラーになります。でこちらはね空きがあるので、ちょっとロールカラーもね優しい柔らかい雰囲気でね着れるのが嬉しいデザインになっております。で丈もね割と短めなので、下のボトムスもスカートからパンツまでね選ばず、いろいろ合わせやすいんじゃないかと思います。はい、そして大人のねお洋服だけじゃなくて、子供服も作ってみましたね。なんかあの生地自体がね大人の雰囲気があるので、とてもねあの子供服なんだけれども落ち着いた雰囲気で作れたんじゃないかなと思います。でこちらはね小さいねフラットカラーがね襟がついているのが子供らしくね可愛いアクセントになっております。でねあと柄だからちょっと分かりづらいけど、ポケットがねついているんですね。これもね可愛いデザインになっておりますね。このようにね大人とねあのお揃いでね親子で作っていただいてもね楽しめるんじゃないかと思います。素材もね綿になりますので、アイロンとかミシンも扱いやすいですし、あと薄めでこうサラッとしてる生地なので、あのギャザーとかねタックとかたっぷり入れていただくデザインもね素敵に仕上がると思います。ぜひねこれからの季節で春夏まで楽しみながら作っていただけたらと思います。